平成30年10月11日、阿蘇市シルバースポーツ大会が、阿蘇、一宮、浪野の3会場で行われ、お年寄りたちが50メートル走などの競技に挑戦しました。阿蘇市黒川のアピカ多目的グラウンドで行われた阿蘇会場の開会式には、お年寄りおよそ1400人が参加。まず、大会会長の佐藤市長が、元気が一番、健康が一番と挨拶。雨が降らないようにと、晴れー、晴れーとエールを送り、参加者を激励しました。そして、参加選手を代表して、乙姫地区の松永勲さんが元気に選手宣誓を行った後、全員で準備体操をしました。そして競技に入り、60歳以上の50メートル走や、70歳以上の30メートル走、寝せた瓶を立てる瓶立て競争などが行われました。また、阿蘇中央幼稚園の園児たちによる鼓笛などのアトラクションも行われました。この阿蘇市シルバースポーツ大会は、スポーツを通して高齢者の健康と福祉増進を図ろうと、阿蘇市や阿蘇市老人クラブ連合会が開催しているものです。この日はあいにくの小雨がぱらつく天気となりましたが、お年寄りたちは元気に走るなど、さまざまな競技に挑戦していました。阿蘇市のシルバースポーツ大会は、阿蘇会場のほか、一宮、浪野でも行われました。